サニーサイド。サニーサイドは、1919年公開の短編サイレント映画による制作で、主演、脚本、制作及び監督は、チャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演67作目にあたる。別放題、サニーサイド。チャップリンのフィルモグラフィでは、自作の1日の降落とともに、スランプ期における、低調な作品とみなされているが、 その背景の一つには、チャップリンのプライベートでの出来事が楽でいた。チャーリーは、ある農村のホテルの雑用係、村の娘、エドナパーバイアンスに恋をしているチャーリーは、娘の気を引こうと、大張り切りするも、牛に持て遊ばれるなどなかなかうまくいかない。ある日、町から若い美男子、トム・テリスがやってきて、娘に好意を持ってしまう。 チャーリーは娘の愛を勝ち取ろうと奮闘するが、前作、タンへ銃の制作中、チャップリンは一つの噂話に悩まされることとなった。1918年6月頃、子役上がりで、当時17歳の女優ミルドレッド・ハリスとの婚約の噂が流れるようになり、タンへ銃完成の頃になると、ミルドレッドの母親が、ミルドレッドが妊娠したとチャップリンに告げ、 これによりチャップリンは身体極まるようになった。いわゆるできちゃった結婚のスキャンダルが流れて人気がガタ落ちすることを恐れたチャップリンは側近に命じて大急ぎで結婚の手はずを整えさせて丹へ10風切りの3日後に当たる1918年10月23日に何の喜びもないままにミルドレッドと結婚することとなった。この頃のチャップリンの信念には 結婚は想像力を弱めるというものがあり、ミルドレッドと結婚した以上は結婚生活を何とかうまくやっていこうという意思こそあったものの、ミルドレッドの妊娠話が実は完全な狂言であったことが発覚したことは、ミルドレッド自身がチャップリンの妻という肩書きを得て一時的にせよ、業界でもて生やされたのとは、対照的にチャップリンに少なからぬ打撃を与える結果となった。こういう、 チャップリンにとっては、泣きっ面に、八的な状況の中で次回作の制作の準備は進められることとなるが、舞台を田舎に設定して、それが終始一貫していたこと、以外、チャップリンが次回作に当初どのような不安を持っていたかについては、ただでさえチャップリンが秘密主義者であったことも、神氏も他の作品以上にはっきりしたことは分かっていない。何でもやジャックと、 仮の名前を付けられた作品は、当初の予定よりも5週間遅れて1918年11月4日に始まったが、ミルドレッドとの結婚生活騒動が尾を引いていたのか、撮影の開始は中身を煮詰めないまま行われた。撮影そのものも、共演者とのストーリーの練り合わせなど、多種多様な口実を作っては何度も中断しており、チャップリン自身もからしばしば姿を消すありさまであった。 1919年1月19日から29日までは、スタジオそのものも閉鎖され、1月29日に、スタジオに戻ってきたチャップリンは、これまで撮影した2万フィートをコすフィルムを全部破棄して、ジョージと題する別の作品の制作を宣言する。そのような一種の気分転換を図っても何も変わらず、ジョージの制作はなかったことにして、何でもヤジャックを、 サニーサイドに解題した上で作品の制作を続けることとなった。各してサニーサイドの制作は再開されたが、チャップリンは依然としてスランプを脱する気配はなかった。当時の撮影日誌には3月8日まで撮影せずだとか、編集、気分優れずなどといった記述の羅列に終始していた。しかし3月中旬に至ってチャップリンは突然撮影に張り切るようになり、 以降3週間ばかりの間は、撮影に没頭した末に、4月15日に、クランクアップを迎えることができた。サニーサイドは、総合的に見ると、スランプの影響をまともに感じる作品であり、これは、当のチャップリンが、自伝において、虫歯を抜くような苦労と表現するほどであった。完成から2ヶ月後の6月15日に、サニーサイドは封切られたものの、 マスコミからの評価もやはり冷淡であり、チャップリン自身の評価とマスコミのそれが珍しく、一致している例の一つとなった。チャップリンはまた、アイデアの泉は、完全に枯れてしまったと、お手上げ状態であったことも認めている。しかし、チャップリン本人ですら失敗を認めている、サニーサイドについて、チャップリンの伝記を表した映画シアノは、作品そのものについては、 構成が緊密でもなければ、人物の行動にも目張りがないと論じている一方で、牧歌的ムードに溢れている点を、実験と位置づけた上で、いつものチャップリンらしさとは違う興味深い点をいくつも見出すことができるとして、一定要をしている。また、この映画のハイライトでもある日上がった川のほとりで4人の妊婦と戯れるシーンなどは、バーツラフ・ニジンスキーが踊った革新的なバレエ。 ボクシングの午後へのお前湯とも言われているが、そのニジンスキー本人は当時神経衰弱に陥ってダンサーとしてのキャリアはすでに終えようとしていた時期であった。しかし1916年12月、バレーリュスの北米ツアー中に勇敢を撮影中のチャップリンスタジオを仲間と訪問しており、チャップリンもまたニジンスキーとその一座が出演する劇場に足を運ん。 反対したニジンスキーが、幕合いにチャップリンと話しに夢中になりすぎたがゆえに、観客に待ちぼうけを食らわせるという一幕もあった。それでも、ラストシーンに関する論評はロビンソンを含めて、解釈が分かれている。エドナを恋がたきに取られたチャーリーが走ってくる自動車の前に身を投げ出すところが夢なのか、はたまた、ハッピーエンドの部分が夢なのか、その見解は一致していない。 サニーサイドは、あらすじにあるように農村のホテルを舞台とした喜劇で、あるが、撮影したフィルムの中には、床屋のシークエンスが含まれている。当該シークエンスには、チャーリーとエドナ、それに、床屋の客、アルバート・オースチンが登場。オースチン演じる客は、耳元で動き回るネズミに驚いたり、髭を剃るために顔全体にクリームを塗られた後で、買い物から帰ってきたエドナとチャーリーの雑談に、 待ちぼうけをくらわされて怒ったりする。ようやく髭剃りの段階になっても、髪剃りを持つチャーリーの動きはぎこちがなく、客は髭を剃ってもらえない。しかし、この床屋のシークエンスは完成版には取り入れられることはなかった。床屋のギャグは、チャップリンの芸の原点とも言うべき、ミュージックホールにおける定番ギャグの一つであり、サニーサイドでは日の目を見ることはなかったものの、後年の独裁者、 1940年で床屋のギャグがニューヨークの王様1957年で顔にクリームが塗りたくられた男がそれぞれ姿形を少し変えつつも登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。